2017年11月の11日、13時22分です。よろしくお願いします。ギフト開封枠で、リスナーさんからの、地元の美味しいものを紹介するコーナーです。よろしくお願いします。ちょっと、ギフトを取ってきましょうか。やりましょう。もんちゃん、何が入ってるかな？おかず。おかずかな。これ食べよう。うん。ありがとうございます。冷蔵庫から取ってきました。リスナーさんからいただいたやつですね。ちょっと個人情報あるんでこれ剥がしますね。おかずかならどうだろうね。やばいやばい、ね、個人情報、個人情報取ります。さて、冷蔵でリスナーさんからね、地元にある美味しいものを紹介してくださいということで、届きました。開封しましょう。いきます。いや、ワクワクするよね。何なんだろう、何かな。食い物なのは確定してるけどね。なんだろう、二日経っててギリギリ大丈夫かな。食い物、生物とかだったらあれだけど。なんか、リスナーさんからお願いしていて、2000円前後で、あんまり高級なものを送られてもさ、それうまいに決まってると。そうじゃなくて2000円以下の B 級グルメで、庶民が絶対買える金額で、で、地元にあるうまいものってあるじゃん。そういうのを紹介するコーナーやりたいってずっと言ってたのよ。で、リスナーさんが紹介してくれるのは何かな。開封します。開けますよ。おー、なんだろうこれ。あ、うまそううまそう。まず1個目がなんだこれ、徳島県のやつだね。ちくわでーす。ひで、なんて読むんだこれ。ひで、うまそうだね。ちくわだ。ちくわですね。徳島のリスナーさんなのかな。竹に入ってるよ。竹で。うまそうじゃない？ちくわ。ちくわ。1個目がちくわ。で、なんだろう。うまそう。あ、これ同じところだ、多分。ちくわ商店。あ、同じ会社だね。カツ店だって。カツ店。多分ね、ハムカツみたいな感じだと思う。これすっげえいい匂いする。これめちゃめちゃいい匂いする。谷ちくわ商店だって。12月14賞味期限。これ絶対うまい。これ超いい匂いするよ。これうまい絶対。超うまそう。カツ店だって。みんな聞いたことある？初めてね。ちくわとカツ店が今ありますね。ちくわとカツ店。で、うわ、これ絶対うまい。ラーメンだ。徳島のリスナーさんだね。中華そば。ラーメン3食入りだって。それ、これがカレー味なんだ。これうまそう。あ、これ絶対うまいわ、これ。これ一番うまいと思うよ、多分。すっげえいい匂いする。のんちゃん食べよう。のんちゃん作ってくれる？のんちゃんこれ絶対うまいよ。これやばくない？徳島中華そば。中華そば、これ卵、何が必要なんだ？お湯に麺茹でて、天スープ。これ、これどうなんだろう。麺、スープ、乾燥ネギ入り。豚骨だ、うまそうだな。やべ、よだれ出てきた。豚骨醤油。あ、ヨンさんありがとう。これ、じゃあ、これ、今から食べようか。のんちゃんお腹空いてる？あと、あ、俺蕎麦好きだから嬉しいな。蕎麦ですね。じゃあ今日はラーメンにちくわ、ありがとうございます。リスナーさん。ペコポコランドさんからです。有名店なんだ。徳島のリスナー、ね、ペコポコランドさんからいただきました。ペコポコランドさんありがとうございます。蕎麦と、徳島のこれ名店らしいね。
北島本店の福利っていうお店、中華そばのラーメン。ラーメンと、これがね、俺気になる。カツ天。これ絶対うまい。そう。もしね、リスナーさんの中で、地元の2000円以下ね、ルールは。あんまり高額なものじゃなくて、こう、普段食べてるもので地元に美味しいものがあるって言って紹介したい人は、ぜひお願いします。これ YouTube にちゃんと紹介するんで、詳細ね、リンクとか貼って紹介するんで、リスナーさんが美味しいと思う B 級グルメというか、普段の手の届く庶民的なね、価格のもの。のんちゃんラーメン食べようよ。どうしようかな。卵をこれ。のんちゃん、これさ、これとこれ温めればいいじゃん、多分。おかずとして。で、蕎麦は、今回。蕎麦は今回食べなくていいのかな。ラーメンでいいですか。蕎麦はこれ。あれ、ラーメンにしようか。ラーメンとカツとちくわにしよう。のんちゃん、じゃあ蕎麦ね、これ。これ、蕎麦ね。蕎麦はプライベートで食べようと思います。名産だって、美味しそう。蕎麦ありがとうございます。徳島の名店だってよ、のんちゃん。うん。どうする？チャーシューとさ、卵買ってくる？これ卵乗っけた方がいいよ。パッケージ的に卵必要でしょ。絶対うまいよね。特に俺、もう匂いがやばいの、これ。匂いがやばいの、これ、カツ天。あ、絶対うまい、これ。これはやばい、絶対。魚肉にカツ天って書いてある。魚肉だね。魚肉のハムカツだ。これ絶対うまい。のんちゃんさ、どうする？のんちゃん作ってくれんの？いや、だってこれ、麺茹でるだけだぜ。インスタント麺と同じ作り方だよ。ラーメンに何入れる？卵と、これ卵入れた方がいいでしょ。ネギ、卵とネギとさ、メンマとかチャーシューとか買ってきてくんね。だって放送止めるぜ。一緒に行くじゃん。いや、だって番組的にさ、夜ご、いや、ちょっと頼むよ。仕事で放送やってんだからさ、頼むぜ、のんちゃん。何、お腹空いてないの？ねえ。ねえ、めんどくさいんでしょ？買いに行くのが。いや、ちょっとさ、めんどくさいで番組、じゃあ、俺が行く？のんちゃんがじゃあ放送つなぐか、のんちゃんが放送つなぐか、のんちゃんが買いに行ってくれるかの二つの選択肢しかないよ。買いに行くよ。一緒に行く？買いに行く。でもそしたらなんか俺の好感度が下がるんだよ、また。のりこを買い物に行かせるクズ野郎っつって、またタヌキにかかれるんだぜ。大丈夫だよ。いや、リスナーさん的にはのんちゃんに放送つないでもらいたいって。俺買ってくるよ、じゃあ。なんか顔出しにしないで、のんちゃんやる？うん、顔出しやだ？じゃあ、ちょっとのりこに変わります。買ってくるわ、俺。はい、のんちゃん変わって。じゃあ、みんなのんちゃんの放送をお楽しみください。はい。顔は出してないから。うん。何？チャーシューとネギ？チャーシューとネギ。卵ね、あと。うん、買ってくるよ。作ってはくれんの？うん。うん。じゃあ、買ってくるわ。いいな。お待たせしました。うんこさん、こんにちは。ちょっと待ってて。皆さん、久しぶりです。ペコペコランドさん、ありがとうございます。いっちゃん、こんにちは。美味しくいただきます。ちょっと材料買ってくるから待ってて。あと何いる？ビルボーズさん、こんにちは。ちくわがおかず、カツ天がおかず、ネギとメンマいる？うん。メンマ欲しい？うん。うん、あったら買ってくるわ、メンマ。うん。チャーシューはいるよね。うん。なんかじゃあ既製品のチャーシュー買ってくるよ。はい。じゃあつないでおいてね。はい。じゃあ行ってきます、リスナーさん。行ってらっしゃい。飲
物とか必要なのは？大丈夫です、はい、わーラーメン楽しみだな。うわすごい美味しそう。これはもう3食分。あ、豚骨だ。豚骨味。おお、これは早く食べたいな。あ、カツ天すごいでかい。このカツ天も美味しそう。いっちゃん、じゃあいっちゃんこっそりオフパコね。いっちゃんと柳らけさん、どうもこんにちは。ベコボコランドさん、わーこれ美味しいんだね、やっぱり。あ、もう楽しみ。ラーメン大好きで、最近ずっとラーメン食べに行ってなかったから。あー美味しそう、このカツ天がたまんない。あ、うんこさん、ハートありがとうございます。ネイキッドさん、和蔵さんの好感度アップと優しいから買ってきてくれるそうです。のんちゃん、得意料理は何ですか？うん、得意料理はうんと餃子でも餃子が得意料理なんだけど、なんか和道さんが餃子が嫌いで、まだこっちのうちで餃子一回も作ったことないです。ヤナラッキーさん、ありがとう、かわいいねそう、和道さんは優しいので買ってきてくれるそうです。ニキッタさん、こんにちは。ヤナラッキーさん、餃子作るのは好きです餃子ね、白菜か、白菜かなんだっけな、キャベツどっちか刻んで、で塩で揉んで、でひき肉を入れてっていう感じで作るのが好きです。あと白ネギをいっぱい入れるのも好きです。あ、ズワイガニさん、こんにちは。あ、声好きなんだ、ありがとう。あ、ベコポコランドさん、メガホン10個ありがとうございます。和道さんには何作ることが多いの？なんかチャーシューが好きだから、よくチャーシューを作ることが多いです。この前は和道さんがチャーシューを作ってくれました。やっぱね、なんだろう、自分の大好物は自分で作るとなお美味しいから、餃子も自分の手作りの餃子が大好きです。あ、そうだ、天ぷら、これカツ天でそば食べ、あ、カツ天でそば食べれればいいのにな、これ。そうだよ、天ぷら。
ズワイガニちゃんと仲直りしたんだ、よかった。あの喧嘩してないです、一方的に焼きもち焼いてます。あ、オニオン、矢野ラッキーさんの おしゃれ、オニオンスープだって、おしゃれ。オニオンスープ作るの難しいからな。ライ麦食パン、あ、おしゃれ。二人で鍋、なんか鍋したいんだけど、あんまり和道さんがなんか、なんだっけな、鍋が好きじゃないって言ってた。お前は和道に洗脳されている。カニゾウさん、カレー味だからえぐいよ。カレー味ラーメン、あ、でもカレーラーメン美味しいとかなんか言うけどな、よく聞くけど。あのラッキーさん喧嘩したの？大丈夫なのかな。ネイキッドさん、声に癒されるわ。ちょっとまだ風邪は治ったんだけど、なんか喉がガラガラの状態。あ、のんちゃんの方が好きだよ。ありがとう、ズワイガニちゃん。さっき和道さん、金持ちの女性と結婚して主婦になりたいって言ってたけど、すぐなりたかったに言い直した。これは許せないな、懲らしめないと。でもなんかなかなかそううまくはいかないんですよね。金持ちの女性が結婚してくれないですよ、きっと。じゃあ募集しますよ、お金持ちの女性がいたら和道さんと結婚してあげてください。あの炊事洗濯は多分やらないでずっと寝てると思います。睡眠時間は12時間以上です。ゴロゴロしてどんどん太っていくと思いますけど、よろしくお願いします。誰かもらってあげてください。洗い物も作りっぱなしであんまりしませんけど大丈夫です。あと洗濯物も溜めてますけど。洗濯物は着るまで着るものがなくなるまで溜めておいて、あとはのんちゃんが洗濯するのと、あとお皿もなんか溜まってきたらのんちゃんが洗ってきます。なんでもらってくれる人がいたらもらってください。そんなに矢野ラッキーさん喧嘩したんだ。のんちゃんすぐに出てっちゃいますからね。のんちゃん癒し系かな。ネガキャンしちゃいますよ。ヤバゾさん、メガホンありがとうございます。ネガキャンしとかないと今のうちに。今はキッチンのところに昨日おにぎり作って、そのおにぎりの作ったお皿と、あとこの間スーパーで買った海苔の佃煮とわさびを混ぜたのをおにぎりの具に入れてたんだけど、それのなんか洗ってないのがまだそこにあります。あと洗濯さっき洗濯好きって言ってた。
いや全然全部のんちゃんが洗濯をやってます。着るものがなくなったっつっていつもたまる前にやればいいんだけど、のんちゃんもめんどくさがり屋だからなかなかやらない。そうすると和道さんの着るものがなくなっちゃってはい、でコインランドリーまで、この間はもうたまりにたまってコインランドリーに3回行きました。コインランドリー3杯分の洗濯物がありました。エノラッキーさん今日は一人なんですね。じゃあストライキで気楽になんかコンビニ弁当でも買って食べたら楽です。一人で外食もいい。洗い物、洗濯好き、主婦になりたかった。よし、バドをこの発言を詰めましょう。そうですねえ、掃除も好きって言ってた。もう大変ですよ、のんちゃんが掃除が苦手だから。あ、でもここのいつもワドさんが座ってる椅子の両端、もう真ん中だけ座るところが空いてて、両端になんか物がもうごちゃ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 ってやってて、綺麗なところ綺麗なところがない唯一なんか漫画がこのなんだろう、でなんラックで漫画がなんとか収まってるけど、漫画も取ってきたらそのまんまでベッドの上にどん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 漫画が積まれてっちゃう掃除、あ、もうすごい、なんか足元にアルミ、あのコーヒーの缶がすごいどん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 溜まってって、なんかすごいことになってる。もうまたこれを、二人で片付けられない人だから、これは大変なことになっちゃう。掃除だけはそれなんで、あの主婦、あのお金持ちの女性の方はちょっと主婦、あ、多分あの配信して、でそしたら寝て起きて、で奥さん帰ってきてみたいなどんどんご飯って言ってご飯食べさせないといけないかもしれない。あ、買ってきました。おかえりなさい。ありがとうございます。これ天ぷらそばで食べようよ。俺は別でつけてもらいたい。本当？でも賞味期限あるから食べよう。あ、うん、じゃあ変わります。長い皿あんだ、正方形の、うん、あれにちくわとこれ切って、うん、半分ずつぐらいにやってもらえると嬉しい。これは切れない。これ切れないか。これはね、温めるのかな、ちくわは。焼いた方が良くない？焼いて。うん。よいしょ。ただいまー。ただいまー。頼むよ。ハートありがとう。俺のこと好きじゃないんだ。俺のこと見なくていいよ。俺が今、俺うんこさんのこと嫌いになったわ、うん、好きなリスナーだったけど嫌いになったわ俺、うん、ね、よろしく。こんにちは。よいしょ。のりこの部屋の方が汚ねえかんなんやっとくけど、
あのみんなねそうやってね騙されない方がいいよ。のりこの部屋もうあれでよっさんの部屋より汚いかんね、うん、騙されたらダメだよ、うん、寒い。はい、ただいま。いや、楽しみだね。どんなんが出てくるかな。のんちゃんタイム終了。終わり。ラーメン楽しみねえ。お、絶対うまいよねあれね、うん、絶対うまいよね。超楽しみだな。あれ、荒野が近所にいるな。荒野は何、結局新宿に家借りたの。なんか音がおかしいな。なんか設定いじった。ああいじってない。なんか声が遠い気がする。ああ俺の耳がおかしくなったのかな。新大久保、ああ俺の家の近くじゃないか。新大久保だろうね。あそこは住みやすいから、安い物件あるから、まあ多分新大久保、ああ可能性高いと思うよ、うん、高い高い。声大丈夫？ありがとう。外めちゃくちゃ寒かったよ。外寒かった、めちゃくちゃ寒かったね。何話してたの？みんな結局キャスバーに入り浸って酒も入って金もある、帰るのめんどくさいがループしてんじゃない。荒野はでもすごくない？荒野の年齢でさ100万稼いでるってさ、地元のルーキーでしょ。静岡でしょあいつ。静岡で同級生で100万稼いでるやつなんかいないと思うよ。地元のスーパースターでしょ多分。稼ぎ頭だろうね。あ、和道さんってジャニーズにいそうな。あ、まあわかるね。うん。あ、そういう話だったんだ。ならいいや。ジャニーズっていうかまあ、ジュノンボーイだとは俺は思ってるけど。ジャンルとしては。うん。ジャニーズ系ではないね。モデル系だよね。俳優とかさ。コーヒー持ってこよう。妻夫木聡とかと同じジャンルだよ。よいしょ。
でも実際すげえ顔整ってると思わない？まあ放送だからね、あんまり言いたくないかもしれないけど、みんなコメントでね、俳優とかやればよかったなって思ってるよ。いや世界一かっこいいでしょ実際。実際かっこいいと思うよ。ブサイクが横行している配信会の中で芸能界で通用するフェイスを持ってるのは俺だけでしょ。世界で一番素敵な男だよって語り合ってたからご心配なく。まあ幸せもんだよな、のんちゃんはな。あ、まあだからそれが俺のかっこいいところ、やさおでもあるっていう。そう、自分のフェイスに甘えてないところが魅力だよ。そう、彼女に優しくて買い物に行っちゃうこの男前っぷり。なんだろう、音に違和感あるな。なんだろうな。こもる。あ、あ、あ。あ、あ。なんでこんな音こもってんだろう。テーステーステース。あ、あ、あ。山田孝之よく言われるんだよね。山田孝之っぽいって。俺は、なんか、違うと思ってるけど。山田孝之やっさり太ったりがっしりしたりとか結構やる方だと思うよ。役によって体変えるタイプでしょ。ていうか携帯電話マジでどうしよっかな、これつかねえんだけど。なんでつかねえの携帯、どうしよう、マジで困ったな。携帯電話がなくなるとこんなに不便になるんだな。もう発狂しそうだよ俺。携帯、どうすりゃいいんだろう。充電ケーブル挿してしばらく置いてたの。要はなんか薄暗く光るから電源は入ってるの、音とかするから。でも画面が起動しなくて、昨日ねバージョンアップしたら直ったんだけど、朝起きたらダメになってた。パフェでいいかな。パフェありがとう、矢野ラッキーありがとう、パフェありがとう。つかねえな。もう寿命だな。困ったな。これは参った。アップルストアね。だったら新しいの買おうかな。フリーシム、フリーの端末で iPhone SE とかってどうなんだろう。スペックがわかんねえな。iPhone6 Plus だっけ？ iPhone どこに書いてあるんだ。これ多分6 Plus なんだよ。iPhone の SE の方がスペック高いのかな。PC につないで再起動？そんなことできんの？そんなことできんの？
ドエティアンの PC につないで再起動って。スペックで OK なら SE の方がいいぐらい。 iPhone6 プラスだったと思うんだよね俺の。俺は6プラスで全然スペックいいと思った。いくらぐらい SE って今いくらで売ってんだろうな、 SIM フリーの。あの SE の形が好きなんだよ iPhone は。小さくて使いやすいっていうか、かわいいよね、かっこいいし、デザインが。6万円か、5万2000円。はあ、6S プラス。USB コードで PC に繋いでから本ボタンと電源ボタン同時押し。あ、ありがとう。やってみるわ、今。やってみるわ。USB PC 接続してホームボタンと電源ボタン同時押しね。OK。やってみよう。電源ケーブル。繋いで、挿すと。え、何 USB でつなぐだけでいいの？つないだ、つないだでしょ。で同時押し。セブン以降防水で IC 機能がある。あー、デザインが良くないんだよな。電源ボタンとホームボタン同時押し直るかな。あ、ついた、ついたけど画面が真っ暗のままついたな。少し薄く明るくなったでしょ。ダメなんだよね、このまま。ダメなんだよ、 SIM が古い場合もあるから。 SIM を、あ、確かに契約が切れてからこの現象起こったな。 SIM 抜いてみるか、 SIM 抜いてみるか。うん、確かに契約切れた SIM 入れっぱなしだわ。あるかもしんない。あれ、これどうやって抜くんだっけな。画鋲じゃ抜けなかったっけ。あ、ファンつった。あ、あのこっちの画面はつかないけどパソコンは起動した。え、これどうやって抜くんだっけ。画鋲じゃ抜けなかったっけ。 SIM 抜けねえな。ページの履歴は消してないね。どうしよう。クリップでいける。クリップがないな。クリップ持ってないわ。画鋲じゃダメだったっけ。クリ、あ、ブーっつった。あ、だから画面が死んでる。クリップね、画鋲じゃ無理かな。画鋲でこの前でやったけどな。精密ドライバーはどこだ。精密ドライバー、精密ドライバー、いや画鋲でこの前できたけどな。傷つくかな。画鋲でできた気がするんだよね。あのね、要はディスプレイが死んでるね。あ、抜けた抜けた。俺もう SIM 抜いちゃうわ。SIM 抜いた。あ、画面死んでるわ。ブーツでしょ。ほら、ブーって言うもん。だから、ディスプレイがダメなんだよ。電源は入ってる。これどうすればいいんだろう。起動用の SIM っていうのがあんの？
機動用の。ありがとう。起動用のシム。なんかバージョンアップしたら治ったんだけどね。画面が真っ赤でフリーズしたら場合によってデバイスを強制再起動する必要がある。デバイスのコンテンツを削除されない。上部のボタン10秒以上アップルのロゴが表示されるまで長押し。デバイスを電源に接続して充電。この画面が出てこないんだよな。どうすればいいんだろうな。iPhone リカバリーモード勝負ボタンは再ボタン同時押し。落としてないのにディスプレイ切れるか。あ、来た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 。治れよ、うまく治れよ、頼むよ。来た、映った。 iPhone 大丈夫かな、超不安なんだけど。復元っていうのがあるのかな。いや、SIM じゃないんだよね。ラーメンできた。おかずは？おかず今焼いてます。そうそう、これも写真…あ、落ちた。大丈夫？ちょっと待って。あ、ダメだ、やっぱ画面死んでるわ。そうなんだよ、つくときとつかないときが結構あって、で、ダメになっちゃったんだよね。つかなくなっちゃったの。どうすればいいんだろう。お使いの iPhone でってなってる。いや、できない、死んだ。うん、だから電源は入ってるの、なんかカチャっていう音とかする。うわ、うまそう。できた。できました皆さん。じゃあペコポコランドさんからいただいた徳島のラーメンね、うまそうじゃね。のんちゃん料理上手。これね、これがラーメン。電源でもない、電池でもない、だからディスプレイが映ってないだけの。うまそう。のんちゃんありがとね。はい。おかず、ラーメンから先食っちゃっていい？うん。今作ってんの？そう、ハムと。焼いてる。焼いてる？いただきます、リスナーさん。ペコボコランドさん、ありがとうございます。いただきまーす。いただきます。うまそうだぜ。食ってみようぜ。これなんてラーメンだっけ？パッケージとか捨てないでよ。うん。後で YouTube にアップロードするから。いいね、いただきます。うまそうだぜ。解除した後、ロック解除した後、ホーム画面が確認できないんだよね。やってない。ホームボタン2回押し。まあ、ちょっとラーメン食おう。いただきます。うまそう。何系ラーメン？豚骨って書いてあった。いただきます。うん、うんうんうん、あ、うまい。あ、好きだわ。豚骨なんだけど博多っぽい豚骨じゃないね。マイルドな、マイルドにした醤油系のラーメンだね。うまい。うん、あ、これうまいわ。麺がね、博多っぽい。甘い系のラーメンでうまいよ。麺は博多っぽい感じで。あ、好きだわ、これ。
麺は博多の麺みたいな、ストレートの細麺のなんか博多系の、まうん、高め、うん、でこうスープは醤油ベースなんだけど、その油の甘さと濃厚な感じ、醤油ベースの、いいね。すき焼き、あーそうだね、すき焼き風、そう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 、ベコボコランド美味しい。徳島のラーメンこんな感じなんだ。うまいうまい。うん、甘い感じだね。え、徳島の一般的なラーメンってこんな感じなの？コンデンサーマイクは使ってないよ。コンデンサーマイクは配信には向いてないの、本来。コンデンサーは使わない。大杉蓮も好きなんだ。うん、なんかね、甘い、甘みが強いラーメンだね。で、麺は博多ストレートのこのなんていうんだろう、硬い感じの、うん、うまい、いいね。これ有名なお店なんだ。いや嬉しいわ、ありがとう。食レポ下手なのかな俺。難しいよね食レポ。食べるのに夢中になっちゃう。夢中になっちゃうね。うまい。関東だとないね、でもこの味は。うめえ。東大ってどこも有名。こういうスープを飲んだことがない。豚骨なんだけど、醤油ベースの豚骨っていうか。うん。ありそうでない味だね。あ、わかるわかる。うまい。俺が使ってるマイクはダイナミックマイクだよ、傭兵。マイクは 2,3,000円のマイク。あ、下手したら1600円とかも。うん、あ、面白い。ありがとうございます。お、何来る？俺が早食いだからな。もう食い終わっちゃったよ。なんか来た。四角いのに乗せて言ったの。ごめん。いいよ。ありがとう。あ、うまそう。焼いてくれたのこれ。うん。熱いから、ね。切った。うん。いいや。ごめん。まあいいや。ありがとう。ああ、超いい匂いする。カレーの匂いがする。これがカツと、カツとちくわ。うん、ダイナミックマイク、うん、ダイナミックマイク使うのが普通だね。
徳島ではラーメンに生卵入れて食べた。なんか、なんつうんだろう、ちょっとすき焼きっぽい感じなのかな、甘みが強いスープの。うん、そう、パッケージに沿って作った。じゃあこのちくわいきます。これはちくわ抜くのかな、これを。はい、お初です。どうもです。ほののんさんいらっしゃい。これどうやって食べるんだ、こうやっていくか。あ、うめえこれ。あ、めちゃめちゃうまいこれ。あ、うめえ。いや、これうめえ。これめちゃめちゃうまい。あのね、四国の方とか思い出したわ。九州の方とかうまいんだよ。東京じゃ食えないこれ。うまい。うまい。ちゃんと魚の味がする。これうまい。あ、うまい。思い出した。九州の食べ配信思い出した。全然うまい。もう全然違う。東京で売ってるちくわ。そう、お土産の、リスナーさんの地元のうまいものを紹介してもらうんだけど、これはやばい。ちょっと、ラーメンよりうまい。ラーメンもうまかったけど、これやばい。めちゃくちゃうめえ。これやばい。すり身。味が、関東のちくわ全然美味しくないの、さつま揚げも。うまっ。これやばいよ、のんちゃん。うん。あれ、もう、うまい。あ、これうまっ。味が濃いからっていうかね、なんだろう、うまいな。これはうまい。うん。タラハモのすり身、これうまいね。え、これうまい。うん、めちゃめちゃうまい、これ。すげえ。え、これ、すごいうまい。スーパーとかで売ってんの？徳島で。徳島っすね。これうめえな。あ、全然違う。めちゃめちゃ味が濃厚。濃厚というか。あ、うめえ。ずっと食いてえ、これ。うめえ。うめえ、マジで。あ、めちゃめちゃうまいな。やべ、大当たりだね、ちくわ。ちくわ、これマジでうまい。めちゃめちゃうめえ。売ってんの？これ。これ普段からこんなうまいの食ってんの？うんま。竹串に入ってる。え、ピンク色さんも徳島なの、出身。え、これ普通なの？一般家庭でこれ食えんの？うんま。なにこれ。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうめえ、これ。これやば。これマジでうまい。今まで食ったちくわの中で一番うめえわ。マジで。これやば。これ。え、やらしい話、これ3個入りでいくらなの？うま。玉屋さんいらっしゃい。これ3個入りでいくらなの？これめちゃめちゃうまいぞ。これ東京のスーパーでも売ってほしいんだけど。やばい、これ。いや、めちゃめちゃうまいよ、これ。本当に。酒何杯でもいけるよ。関西にも来てるんだ。え、うまいね。やばいな、これ。これ東京で売ってほしいんだけど。やばいな。これはやばい。これはうまい。これ東京の人知らないよ。こんな味じゃない。東京のちくわ、ほんとまずい。ちょっといいやつなんだね、200円ってことは。ありがとうございます。ごちそうさまです。この、竹のちくわ、マジで100点。これ100点。お酒は俺飲まない。これ100点。今まで食ったちくわの中で記録更新。マジで。うん。つぼ？つぼ？じゃあ今度、これ行ってみましょうか。このカツ。このカツ行こうか。
なんてカツだっけこれ名前。もうカツ行ってみるわ。これも有名なのかな、このカツ。いただきます。ハムカツだね。薄さはうっすら薄くて、焼きました。あのね、これは面白い。あの変な表現かもしれないけど、カツ天だ、カツ天。これはこれは食ったことある。あのごめんね、気分悪くしないでね。これがフィッシュカツカレー味なのね。カレー味なんだけど、これは何か言うね。あの30円のビッグカツってあるでしょ。30円のビッグカツわかる？あの細長いさ、駄菓子屋で売ってる、あれをめちゃめちゃ肉厚にして豪華にした味。本当にびっくりする。あのね、あのもう全くそう、駄菓子屋のあのカツの中ってすり身なんだよ。でもカツだけの味じゃん、サクサク。それがブニュってなってまんま同じ味なんだけど、これは食ったことあるぞみたいな。いや、なんていうんだ、表現でもカレー粉とかが高い感じ。うまいよ。肉厚なビッグカツみたいな。うん。うん。多分俺の予想なんだけど、これが元になってるんだ。その駄菓子屋のやつが。徳島の人が地元でこれが元になってるんだよ。お酒に合うと思うよ。うん、うまい。だからあのビッグカツの上位互換。いや焼いた方がサクサクしてうまい。うん、うん、これサンドイッチに入ってたら絶対うまいわ。あ、それだわ。これサンドイッチに入ってたら絶対うまいわ。うん、絶対うまいわ。うん、うん、これが入ってたら絶対うまいわ。うん、うまい。うまいけど、ちくわがピークだったな、俺だね。うん、これ中はこん、なんつうの、練り物なんだよ、魚の。だからなんだ、あのかまぼこみたいなのが入ってる感じ。薄く切ったかまぼこのカレー味で、風味とかカレースパイスの効いてるカレー。いや、完全にビッグカツだね。うん、笑える味っていうか、完全にビッグカツが豪華になった感じ。うん、うまい。うん、いや、これビッグカツでしょ。うん、うん、おやつにいいね。おやつにいいね。うわ、うん、いいな。でも地元のうまいものっていいな。うまっ。いや、ごちそうさまです。うんめ、ありがとうございます。ペコボコランドさん、いや、これはすごいわ。どうじゃ、ちくわ食った？また後で味わって食べる。めちゃめちゃうまいよ、うん、びっくりするよ。うまい。待って、もう最後スープ飲む、うん、うん、ありがとう、作ってくれてありがとうね。はい、うん、確かにこれがサンドイッチに入ったら、あの最高にうまいと思うわ。じゃあ一旦放送切ります。ありがとうございました。ペコポコランド。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前パッドボタン押してんねん、もう。